静岡市葵区のアルティエアートガーデンでシネマウィンドコンサートが開かれました。これは音楽で街を活性化するお手伝い、頑張る吹奏楽部を応援しますをキャッチコピーに年に3回開かれている演奏会です。今年2回目となる今回の演奏会には市内の中学校や高校、大学など7つの団体が参加し、ヒット曲やジャズ、映画音楽などを披露しました。このほか会場では楽器の体験会も行われ、初めて楽器に触れる子どもたちが演奏の楽しさを体験していました。また演奏会に協賛する美容室アンドエイトのコラボ企画として、乳がんの早期発見や検診などを促すピンクリボンキャンペーンも実施され、その一環として司会者や出演者がピンクのリボンやバッジをつけて演奏しました。演奏会の最後には、出演した団体や個人が自由に参加できるフリー大合奏が行われ、会場を盛り上げました。次回のシネマウィンドコンサートは、今月12日土曜日に開催予定です。